皆さんこんにちは、エルザです。今回はトラスなりの金網対面の方法についてとなります。高橋経済トークが来る前から金網が今作は多くなっていますが、トラストとしては金網の戦い方はしんどいところというところがありますよね。爆発屋を置くことができないですし、距離感も高低差によっては狂いやすいですし、何かと難しい場所だなと思います。ですが個人的には金網の上は当てやすい場所という認識を持っているので、その当て感などについて紹介できればと思います。特に金網上を当てれるようになると高橋経済特区や湯の花で当てやすくなりますからね。こちらについてまとめていきたいと思います。また本題に入る前にですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まず当て感について話したいと思いますが、レティクルの使い方が重要となっています。なぜレティクルの使い方なのかという理由ですが、金網の敵を狙おうとした時の状況はちょっと特殊だからっていうのがあります。この狂いやすい原因ですが、弓使いの大半は最大射程を生かすためちょっと局射を入れる癖があるんですよね。意外と無意識に上向いてたりします。そのため自然とレティクルがちょっと上を向くようになっており、攻撃が当てづらくなっています。場合によってはカス当たりになってカウンターをもらうきっかけになったりもしますね。これが金網で戦いづらい原因となります。ではどういったレティクルを意識するといいのかっていう話ですが、金網の上ではレティクルをしっかり合わせるっていうのがだけで大丈夫です。これだけで当て感が大きく変わります。まあ、金網の上っていうのは少なからず自分に近い状態となるからですね。どれくらい変わるのかっていうところなんですが、普通の距離感で戦った場合って 5.2 ぐらいだったとすると、これが極端に 4.4 ぐらいと近くなるんですよね。相手が詰めてくるのでこの距離感が変わるっていう感じです。こうなるといつも通り狙うと敵の上をかすっていくので、直線的に当てることを意識すると当てやすくなります。これだけで当て感がガラッと変わりますので、金網対面するときは直線的に狙うようにしていきましょう。この直線的に狙う方法は、金網を見上げていたり見下ろしたりしていても有効な方法となりますので、とても大事な方法となります。続いての対策ですが、2発を意識することが重要となります。2発といっても、いつ2発を狙うのかが重要です。まず一発目に関してですが、必ず先制攻撃を当てるようにしてください。例えば金網上で十分に距離があるとか、壁裏に隠れている場合とかですね。この時に当てれないと一角を求められる状況になるので、かなり難しくなります。金網上では相手がイカ状態にならず、スピナーだとその場で粘ったりしますよね。こうなると対面を続ける上ではこちらが有利になりますので、動き出す前に一発を当てるように意識するっていうだけでもだいぶ変わります。この時に位置角を意識するようにするとより当てやすくなりますね。ここでうまく当てることができれば敵が不利な状況で攻めてきますので、2発目をしっかり当ててキルにつなげれるようになります。正直一発目を当てて牽制を取れるだけで勝率がぐっと上がりますので、とても大事な要素だと思ってます。もし外れてしまった場合ですが、その場から下がるように動くようにしましょう。相手は必ずカウンターを入れてくるので危険になりやすくなります。距離を一定に保ちつつ、先に一発を入れることを意識して場所を維持するようにしていきましょう。最後にですが、金網対面をそもそも避ける行動を取ることも重要です。これは金網の制圧した後の行動になってきます。金網の上というのはお互いにとっても危険な場所となります。異界移動ができないので対面不利となるんですよね。しかも障害物もないので壁避けもできません。そのため金網を取った場合、侵入箇所を抑え込むだけで対面が有利に運べるというわけです。無理やり金網に来る相手には一発当てるだけで、金網に登った時には瀕死状態に持ち込めるのでキルが取れやすくなるんですよね。これを意識して金網に侵入できる壁や入り口をしっかり押さえるようにして対面を有利にするという風にしていきましょう。うまくキルが取れずに敵が金網に乗ってきた場合は、粘りすぎず距離を保ちながら攻撃をすることを意識しましょう。とにかく射程を生かして動くのが重要です。もし侵入口がうまく押さえ込めれないという方は、一度散歩で距離感の確認をすることをお勧めします。
特に高橋や湯の花の金網前に段差があり、曲者の感覚をつかむことが先生と押さえのコツにつながります。進入口押さえが苦手な場合は一度確認をするようにしましょう。ということで今回の金網対面については以上となります。個人的には金網の上は緊張感があって好きですね。距離感をつかむことが難しいですが、そもそもの距離感の変化やコツを覚えると上がりやすくなりますので掴んでいきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。